IT ビジョンは1996年から2003年にかけて日本国内で実施されたアナログテレビ向けデータ放送の企画及び愛称である。この名はインテルテキストの頭文字から取られた。東芝を中心とした団体により企画化されテレビ東京系列の一部とワウワウで放送が行われた。テレビ東京では1996年10月から 放送を開始し、系列局のテレビ大阪では1997年6月から、テレビ愛知では1997年12月から、TVQ 九州放送では1999年4月から、順次放送を開始した。ただしテレビ北海道、テレビ瀬戸内では実施されなかった。この他ワウアウでも1998年4月から、放送が開始された。 IT ビジョンは既存のテレビ放送と通信網の利用、リモコンによる容易な操作を両立させた、双方向テレビの実現を目的に開発された。アメリカ合衆国のウィンクコミュニケーションズ社による開発技術の流用、表示対象機器は一般のテレビ受像機とすること、テレビ番組との連動、保管を主目的としたデータ番組の送信及び、 電話回線を用いた双方向通信への対応を特徴とした。IT ビジョン向けデータ放送は垂直基線区間の10番目から13番目へ、頂上され、テレビ放送と共に送信された。データ番組制作や受信データの運営管理には、東芝の関連会社メディアサーブが関わった。東芝は、単体の IT ビジョンチューナーを発売すると共に、ほぼ全ての多機能型ワイドテレビ。 ハイビジョンテレビへ IT ビジョンチューナーを組み込み2000年まで新モデルの開発、販売を継続した。東芝以外には松下電気産業、ソニー、日本ビクターも対応受信機を発売した。この中には東芝の OEM 供給品も含まれた。アナログテレビを対象としたデータ多重放送としては日本国内で最初にサービスを開始し番組連動データ放送のほか、 テレビ番組とは連動しない独立データ放送や放送波を用いずに電話回線のみで情報を送受信するオンラインサービスも実施した。この他テレビジョン文字多重放送、ファクシミリ、携帯電話と連動したサービスの提供や受信機を地方自治体の情報端末として利用する実験も行われた。しかし受信機や放送局が限られたため普及はせず、 ISDB 方式によるデジタルテレビ放送の開始により同等のサービスが提供されたこと、さらにインターネットの普及に伴い役割を終え、ワウワウでは BS デジタル放送開始の2000年に放送を終了した。テレビ東京でも地上デジタルテレビ放送の開始に合わせ、独立データ放送を2003年10月に、連動データ放送も2003年12月に、 終了した。IT ビジョンチューナーのリモコン。IT ビジョンを視聴するには、手持ちのテレビに IT ビジョンチューナーを接続するか、IT ビジョンチューナーを内蔵したテレビを用意する必要があった。受信機には、テレビ放送を受信するためのアンテナ、さらに双方向サービスを利用するために電話回線を接続した。受信機は、地上テレビ放送を受信するための VHF。 UHF テレビチューナー、双方向機能に対応するためのモデム、受信したデータを蓄積するためのメモリを内蔵し、アンテナ入力端子、さらに単体チューナーでは、テレビ受蔵機への映像音声出力端子、外部チューナーやビデオデッキなどからの映像音声入力端子を備える。すべての受信機には固有の ID ナンバーが振られており、双方向サービスを利用する際には、 ID ナンバーとともに、住所、氏名などの個人情報を、はがきや、オンライン経由により、メディアサーブへ登録する必要があった。受信機のリモコンには、IT ビジョンの受信、視聴を開始するための IT メニューボタンと I ボタン、項目を選択、決定するためのカーソルボタン、決定ボタン A ボタン B ボタン、IT ビジョンからテレビ放送へ戻るための終了ボタン、データ番組内や、 機器設定で数値を入力するための数字ボタンが用意された。IT ビジョンの企画はテレビジョン文字多重放送を応用拡張したもので IT ビジョン受信機はテレビジョン文字多重放送の受信機能も備えた。東芝は IT ビジョンサービス終了に合わせ IT ビジョン機能を省いた文字放送チューナーを新発売した。 初期モデルの受信機では搭載メモリが最低限のため、新たな情報を閲覧するたびに読み込みを呼び、待ち時間が発生する欠点があった。この問題はメモリを増量した新型受信機の開発、販売により解決が図られた。テレビ電波、または電話回線を通じて受信したデータは、IT ビジョンチューナーにより処理、蓄積され、文字や単純な画像としてテレビ画面に表示される。 視聴者はリモコンの IT メニューボタンを押し希望のサービスや情報をカーソルボタンで選択し決定ボタンを押すことにより情報を閲覧できたアンケートの回答など視聴者側からのデータは電話回線を通じてメディアサーブへ送信されたこの形式は後に開始されたデジタルテレビにおけるデータ放送と類似する IT ビジョンでは テレビ番組との連動の有無、データの受信方法によりサービスは3種に分けられた。サービス実施期間中に名称が変更されたため、それぞれ2つの名称を持つ。ワウワウでは連動 IT サービスによる番組連動、保管情報のみ提供され、独立 IT サービスは実施されなかった。ありがとうございます。